こんにちは、サードラです。今回は東京ゲームショウにて新たに無料タイトルアップデート第5弾の詳細が来ましたので、毎度おなじみストーリーズ2ニュースをさせていただこうかなと思います。はい。で、今回発表された内容が3つありまして、まず1つが追加オトモンとして追加される分で、リオレイヤ希少種とリオレウス希少種、こちら2体が新たにオトモンにすることができるようになります。まあ、これはもともと発表されていたんですけど、次ですね。今までハテナハテナハテナで伏せられていた、共闘クエストの高難度がミラボレアスで決定しました。なので今までミラボレアスってより地位で2回しか戦えないっていうモンスターだったので装備が作れなかったかなと思うんですが、一応今回共闘クエストで来てくれるようになりますので、今までミラボの笛ですねとか装備最大強化できていなかった方々は倒すことによって装備を最終強化まで持っていくこともできるんじゃないかなと思います。で、あとこのミラボレアスですね、発表されてた動画の背景が闘技場だったんですよ。で、一応今回共闘クエストの高難度なので、位置付けとしては今日ちょうど実装されたマムタロトの高難度と一緒なのかなと思っていたんですけども、マムタロトはフィールドを駆け巡って最終的にマムタロトのところにクエスト入った後行かないといけないっていう仕様だったんですが、このミラボレアスの背景を見た感じだと闘技場になっているので、わざわざ探しに行かずに入った瞬間からミラボレアスと鉢合わせでもバトルみたいな感じになるんじゃないかなと予想しております。で、日程に関しては10月の21日の木曜日にミラボレアスが配信されまして、まあ共闘星級単成ですねのミラボレアスなので、これはもうできるだけ早いターンで倒すっていうクエストになりまして、あと納品星8の魚とハテナハテナの交換は SR チケの回収ですねと、共闘星級の探索2つナノスっていうのが来まして、これが古竜の巣は古竜がたくさん取れるクエストですっていう風にカプコンさんがおっしゃっていたので、まあ、二つ名の巣は今まで実装された二つ名がたくさん取れるクエストなんじゃないかなと思います。まあ、この前の四天王の巣みたいな感じで、SR チケット1枚で二つ名4体取れるよみたいなクエストなのかなと予想してます。で、次が10月28日の木曜日に、リオレイヤ希少種とリオレウス希少種の追加が入ります。で、クエストはま、共闘星級の探索で亜種希少種の巣ってあるので、まあ、これがおそらく、リオレース希少種、リオレイヤ希少種を取れるクエストなのかなと思うんですが、あとはリオレース希少種の共闘の強化個体と、サブクエストの星8の金レイヤーと、納品星8の SR 回収イベント、共闘星9のリオレイヤ希少種、まあ、強化個体ですね。と、星9単成のクエストと、サブクエスト星8の銀レースっていうのが来るようになっております。これが10月の28日なので、10月の21日のミラボレアスは正直やることがミラボレアスぐらいしかないかなと思うので、そんなでもないんですけど、28日ですね、は、一気に強化個体のクエストが来るのと、おともも2体追加されますので、28日がちょっと忙しいんじゃないかなとは思います。はい。っていう感じで、今回東京ゲームショウで発表された、21日のミラボレアスと28日の金レイヤー銀レースの情報をまとめさせていただきました。まあ、個人的にはミラボレアスですね、装備がまだ最終強化できてないので、まあ、21日に来てくれてるのはめちゃめちゃ嬉しいですね。あとは、まあ、前作、ストーリーズ1の方ではミラボレアスがデスホーンが効いたんですよ。で、それが今作ストーリーズ2になっても効くのかっていうのもちょっと気になるポイントなので、そこも実装されたら検証してみたいなとは思います。ご視聴ありがとうございました。これからもストーリーズ2の動画ガンガン上げていきたいなと思っていますので、ストーリーズ2一緒に楽しみましょう、盛り上げていきましょうって方はチャンネル登録高評価ぜひぜひお願いします。バイバイ。